次はですね、ナイロビさんとしては初の、オリジナルを、やろうと思います。このオリジナルはもともとボーカルが一人で活動してた時に作った曲です。それをライブ1ヶ月前に私は、この曲をやりたいと、バンドでやってみたいなってことで強制的に2人に練習してもらって、仕上げてきたと。なんかないですか、このオリジナルに関する思いとか。思いですか。いや本当に曲名がガムシャラブルースっていう曲なんですけども、まあ作ったのが当時で、そうですね、路上始めてから、路上じゃないな、ストリートライブとか、自分で弾き語りやってるんですけど、それを始めたのが大体約7年前ぐらいで、それから1年ぐらいの、時に作った曲ですね。ガムシャラブルースということで、ガムシャラの歌詞だと思います。当時のものがどこまで持ってるか知らないですけど、ここでやってみたいと。今すごいメンバーがすごい必死にサポートしてくれてるんで、すごくかっこいい曲になってると思うので、ちょっと多少聞き苦しいところもあるかもしれないですけど、楽しんで、見てもらえればと思います。ナイロビさん初オリジナルです。ガムシャラブルース。
素晴らしい。間違えちゃった。来たこのままじゃ。続きまして、メンバー紹介、ここになってない、すごい、はい、メンバー紹介します、はい、皆さんが見て左手、ベース、五十嵐達也、鳴らせって言われてたよね、私は鳴らせて、じゃあ中央、ドラム、佐野健介、そしてボーカルギター淡井陽介、以上でお送りしておる、お送りしております内藤さんですが、もう一人ギターでメンバーがいるんですけども、まあちょっと今いろいろ忙しくて、まあ来年に、まあ、内藤さんまたさあ、まあ、復帰すると思いますので、まあ、また4人でね、正式メンバーは4人なんで、まあ、また4人でパワーアップしてまたできたらなっていう、こういう、ね、こういう会場で内藤さんまた、演奏できたらなと思いますので。